元された中山道の宿場町、妻子、長野県南木曽町である。伊那へ通じる街道を行くと、木地氏の里、漆畑がある。土地の木や欅で、茶筆や盆などが作られている。木曽六路協同組合の小倉さんに聞いた。小倉さん、現在は若い方たちも大勢いらして、六路工芸が大変盛んですが、今までにはどんなことに努力をなさいました？今日これになるまでには、とにかくその組合員が数が少なくなりまして、で私どももこの商売をだね、六路というものをそのもうプラスチックだとかいろいろものに押されてもう売れないし、だから一層本当にやめて、この企業をやめて、まあどっか他の転業しようと思って苦労したことがありましたけれども、まあその苦労を要するに、私はあくまでも職人でありますので、この企業はいずれかは日の目を見る時があるんだという確信を持ちましてね、まあそういう悲しい時、売れない本当に土木に出たり、そういうそのいろいろの苦難に叩かれましたけれども、じっとこらえて、まあ、最終的に三元という企業になりましたけれども、守ってきて今日現在これになれたということは、自分たちの努力の甲斐があったと思って、今では喜んでおります。木曽山林高校の工芸科を出てこの仕事に就いた息子さんの和夫君。最初はやっぱりね、都会へ出て行きたかったんですけど、やっぱりなんていうかな、この仕事はね、伝統的なものだしね、やっぱり何代も続いてるものだし、自分もこういう仕事を継いでいこうと思ったんですけどね、なんていうかな、仕事の難しさっていうのがだんだん分かってきたような気がするんですけどね、やっぱり深い仕事だなと思ってます。残った時のまとめとしてね、それまでにこういう何回かこういう のをやってさ、だんだんみんなと話し合って、自分で意見がついてね、自分の作品についてのほんで、やっぱり展示会っていうのに向けてね、やっぱりその時にだんだん完璧に近いような形で、そういういろんな人の意見があると思うところよ、そういうものを聞いて、またこれはこれで終わったんじゃなくて、またこれからまたこういうものからまたちょっと変わったものに進歩していくとかさ、人の意見を取り入れて、そういう場にやっていって、こう技術の進歩とかさ。渚にはろくろ工芸に打ち込む青年が多い。土地の機械という研究会を作っている。来年やるときはことはちょっとなんか彫刻かなんかしてるかもしれないですか、そういう風になると思うのよ。また来年これ出したら、まあ堀川はそんなに辛抱しなきゃならな。だけどもあれがまた何か変わればそれで辛抱になると思う。そうだよ、ね、そういう風にした方がいいんじゃない、これからは。そうだね、災害とかが同じ灰皿でもいいと思うね。灰皿は灰皿でもいい。そう、なんかちょっと凝るというのかな、材料だけ違っても、材料だけ違っても、材料違ってもじゃあ、どこが進歩してるやつ、進歩してるやつ、ほんでこうやってまた集まって、これに人の評価も必要だと思うね。そう、一度都会へ出て帰ってきた U ターン組や、ろくろが引きたくてここに入った都市出身の青年もいる。それよりもやはりもっと精密ないいものを作っていくっていうかね、同じ夏目作ってもさ、作ってさ、今まで作ったことを発表した方がいいわ。漆畑にはいくつかの工芸所があって、それぞれに青年たちが働いている。まあ結局そういう場ができたっていうさ、一つのものあると思うね。やっぱ会長の小高君はろくろ工芸に魅せられて東京からやってきた。近くに下宿して漆畑へ通ってくる。仕事場の小高君、お椀を作っている。そうですね、やはりこうまあ作ってるものが実用品ですから、もっとこう大勢の人に親しまれるようなものですね、もっともっと木の良さですね、そういうものをこう知ってもらいたいし、そういうものをこう生活の中にどん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 こう取り入れてもらいたいと思いますけどね。3人の土地の機械会員が働く工芸所、名古屋から U ターンしてきた原君。やっぱり、奥の深いものだと思うしね。でその引いた製品ばっかでなくて、刃物の作ったりそういうのもやっぱり自分で作るやつだから、引くだけじゃなくてさ、やっぱり金の作り方
全てがもう勉強っていうかね、仕事になってるもんだから。木の魅力と伝統の技術、青年たちがこの六郎工芸に新たな息吹を与えていくことだろう。